はい、皆さんどうもこんにちは、アミタです。先ほどインカレの2日目が終わってデイ2が終わって急いで帰ってきました。この格好のね、私を両国技館で見た人もいて結構声をかけてくれました。まあ、昨日ちょっとね動画あげようと思ったんですけど、今日もうまとめてやっちゃおうということで、早速もう帰って5分後なんですけども動画回します。まずはデイ1の個人戦から見ていきましょう。個人戦の結果がこんな感じとなりました。優勝は日体大4年生のチョイジルスレン君、おめでとうございます。学生横綱はモンゴルからの留学生チョイジルスレン君となりました。決勝ではね、同じ日体大の同級生の中村君を倒しての優勝ということで、まあ、優勝という事実も素晴らしいんですけども、内容がね良かったですね。まあ、決勝はもちろん最強の敵中村君だったんですけども、準決勝でもね日大の花岡くん、そして準々決勝では草野くんということで、非常に強い相手との対戦となりました。しかも四つ相撲、二人とも草野くんも花岡くんも指してくる相手だったんですが、その相手の強みっていうものをね出させないようにして、しっかりこう顎を引いて頭を上げない、そして脇を締める、でもこの徹底したこのスタイルで相手をね、いやらしくいやらしくこう攻めるというか、まあ我慢する。攻めを我慢して、そこで勝機を見出して一気に出ると。このね、相撲が本当に徹底されていて、いやー見事でしたね。それで準々決勝、準決勝と破り、そして決勝では中村くんも、まあ稽古場でよくやってるんで、お互い手の内は知ってると思います。その中村くん相手にも同じことをする。中村くんの当たり、頭上げない、刺させない。中村くんはね、それまで一気に相手をね、押し出して圧力かけてきたんですけども、今回はね、まあ、相手を圧力かけたんですけども、チョイジルセン君の体勢が崩れなかった。これで、たまらず引いちゃいましたね。で、まあ、引きにもね、あんだけの体の圧力を持つ選手が、当たって引いてきたら結構食らっちゃうもんなんですけども、それも耐えて、何回か耐えて、押されて引かれて、押されて引かれて、耐えて押し切ると、もう完璧の勝利。もうね、なんか執念を感じましたね。もう俺は絶対この相撲を取ると、これで今回は行くという、その執念みたいなものが感じられて、もう本当に内容素晴らしかったなと思いましたね。いやー僕ね、優勝予想の動画には実は、まあ、名前は挙げてたんですけども、ちょっと優勝はどうかなと思ってました。チョイジルスレン君、これまで本当にたくさんの大会でいい成績残してるんですけども、優勝というタイトルはなかなかなかった。その中でこの最後にね取ってきた。いやー本当に失礼いたしました。その後のねインタビューも良かったですね。しっかりとこうお礼の言葉っていうものを、お世話になった人に対してのお礼の言葉っていうものを述べていて、本当に好印象でしたね。まあ、なんとね、モンゴル時代には数学のオリンピックに出たこともあるような、もう頭いいんですよね。まあ、文武両道じゃないけども、素晴らしい選手だったなと思います。そして準優勝の中村くん。決勝以外はね、ほぼ完璧でしたね。相手にほぼ何もさせずに、完璧な相撲で押し切りました。まあ、決勝戦はね、逆に同じチームの同級生ってことでやりづらさはあったと思います。他の選手が上がってきてたら、中村くん勝ってたんじゃないかなとは思うんですが、まあ、これは勝ったチョイジルスレンくんが立派だなという感じでしたね。そして3位は猿川くんと花岡くん。まあ、どちらもね、本当に素晴らしい相撲で上がっていきましたね。猿川くんは、まあ、フィーバーって言ってもいいんじゃないのかな。この字で空と読みます。素晴らしい。かっこいい山でしたね。花岡くんは、本当に力のある選手で、ここに3位に入ったっていうのは、まあ、何も、こう、不思議なことではない。むしろ、決勝までいけたんじゃないかなって思いました。まあ、ベスト8もね、かなりこう、よく知ったメンツで、まあ本当に順当といえば順当。そして団体戦、まず C クラスと B クラスを見ていきましょう。 C と B の団体戦の結果がこうなっています。 C クラスの優勝は北海道大学、おめでとうございます。北海道大学といえばなんか生きのいい選手って言ったらあれだけども、元気な選手はねいましたね。そして B クラスの優勝は早稲田大学
とうございます。少し前に早稲田大学のクラファンの方の動画を上げさせていただきました。個人的にねすごくつながりのあるってわけではないんですけども、そういうご縁で、ちょっと気にかけて見ていたんですけども、今回優勝ということで B クラスでね、本当に素晴らしい結果でしたね。まあ、この後言う A クラスでもね結構勝ち星を上げていたりして素晴らしい活躍だったなと思います。さあそして A クラス団体戦の結果がこうなっています。優勝日本大学おめでとうございます。いやー素晴らしい、本当に、まあ、僕日大 OB 相撲部 OB なんですけども、本当に素晴らしい優勝でした。31回目の優勝をこの100回記念大会でね飾ったという、もう何から話していけばいいんだろうというね、もうそんな感じなんですけども、本当にね素晴らしい結果でしたね。もうちょっと興奮すぎて僕ね書いたねプログラムをね国技館に忘れてきちゃったんですよ、ペンと一緒に。ちょっとやらかしちゃったね。決勝戦のねメンバーは先方から3年生草野くん、そして4年生のキャプテン春山くん、そして3年生中堅ここで来ました復帰戦の川淵くん、そして副将に2年生の花岡くん、そして大将も2年生の川上くんと、そういうオーダーでした。これねオーダーがすごく良かったなと思いますね。決勝戦をねちょっと振り返りたいんですけども、決勝戦の両校日大と日体の戦いになったんですけども、そのオーダーがこの通りになっています。日体大、僕のね優勝予想の動画でも優勝候補を筆頭に挙げました。日体大はエースの中村くん、そして昨日優勝したチョイジルセン君、この二人がとにかく強い。この二人ね今大会ほぼ全勝なんですよね。チョイジルセン君は全勝、そして中村君は昨日の決勝戦で負けた以外は全勝ということで、もう本当にねこの二人がもう化け物のように強かったです。日大としてはこの二人以外の人にどう勝つかと、まあ、そこがねポイントとなっていました。日大からしたらやはりこの中村君とチョイジルセン君という二人はやはり強いので、なんていうのは言い方悪いんですけど、そこで勝てなくてもしょうがないと割り切るぐらいのね気持ちでいったと思います。そしてちょうどね日大のねエースの草野くんを先方に、そしてもう一人のエースと言ってもいいでしょう、昨日3位の花岡くんを副勝利ということで、狙い通り中村くんとチョイジルセレン君をこう外す避けるようなオーダーを組むことができました。そして昨年のねインカレで負傷して、まあいつ復帰するんだと思って待っていた川淵くんがここでね決勝トーナメント準決勝から帰ってくるというまさかの胸圧展開でね、しかもそれを中堅に入れてくると、このね日大の点が計算できる3人を中村くん、チョイジルセン君、ここをねうまく外すようにはめれたということで、ここがかなり勝負のねポイントだったのかなと思います。もちろん全員が目の前の敵を倒すつもりでやってるんですが、それはね選手の仕事、ただその中で最大限勝てるオーダーを組むっていうのはこれはもうフロントというかコーチ監督の仕事なので、ここでね日大の木崎監督の、まあ、名采配と言ってもいいんじゃないでしょうか。これが発揮された展開になりましたね。そして結果は皆さんご存知の通り3対2で日大が勝って優勝したんですが、やはりここでも中村くんとチョイジルセン君、この二人はね勝ちました。そしてそれ以外の3点を日大が取り切って、まあ、優勝したと、まあ、本当にね紙一重だったと思います。日体大からしてもこの二人は勝つ、この二人は勝つので、それ以外の3人で一つ取れれば、まあ、優勝に大きく近づくと、日大からしたらチョイジルスレン君と中村君はやっぱり強いということで、それ以外の3人は落とせないと、まあ、そういうね本当にまあシビアで紙一重な戦いが繰り広げられていましたね。まあ、その中でも草野くんがしっかり勝ち、二人戦はね春山くん対中村くん、4年生同士キャプテン同士の戦いでした。春山くんもね立ち合いで中村くんの出足を止めてちょっとおって思いましたね。ここはやっぱ春山くんも意地を見せたとこだと思います。しかし中村くんがねそこを冷静に対処して、ここもね中村くんやはりさすが最強学生力士としての、まあ、貫禄を見せつけましたね。日体大の誤算としては中堅戦が勝負だったかなと思いますね。中堅戦は日大は復帰戦の川淵くん、準決勝でも出てますけど、まあ復帰2戦目ですね、復帰2戦目の川淵くんと、そして日体大はね、まあ1年生の
クリストファー君、ここでね抜擢してきましたね。強かったですよ、クリストファー君も。すんごい立ち合いからの出足でね圧倒していきました相手を。ただやっぱり川淵君ね、いやすごいなと思っちゃいましたね。復帰戦で、まあ、準決勝も勝ったんですけども2連勝しかも難敵相手に、決してね危なくなかったとは言いませんね。決勝戦も結構危ないとこあったんですけども、なんかやっぱ勝負感が冴えてるわ、まあ、草野くんもそうだけど、草野くんと川淵くん、この2人ね勝負感がね異常に冴えてる。勝つことに慣れてるというか、うん、まあこれが強さなんだと思うんですけども、それが発揮されてましたね。そして副将戦は2年生対決となりましたね。花岡くん対プフチョローンくん、まあ2人ともね強くて、どっちが勝ってもおかしくないかなと正直思っていましたが、花岡くんがねすぐ自分の体勢になり、そしてもう得意の上手投げ、あれで強いわ個人戦団体戦昨日今日とね花岡くんあれ決めまくってるんですよね。あの右からの上手投げ、そしてこの左手で頭を抱えながらぶん投げちゃう、もう地面から引っこ抜くように投げちゃうみたいなね、あれね、あれ強いですね。あれでまあ優勝を決めたと。大将はねチョイジルスレン君がまあ意地を見せて勝って、まあ、3対2という結果でしたね。本当に熱い決勝戦だったなと思います。どっちに転んでもおかしくなかった。もう一回やったらどっちが勝つかわからないなっていう。ただそんな中でもね、まあ、前評判日体大の方が高かったんですけども、勝ち切った日大おめでとうございます。素晴らしい。日体大はもういっぱい話したんですけど、紙一重の準優勝でしたね。 あとねやっぱこれも大きいかなと思うんですけども、僕も学生時代っていうか昔からよく言われるのが、やはり団体戦で勝つ、特にインカレ学生選手権で勝つには下級生のね4年生最上級生以外の力が必要と言われています。この決勝戦のオーダー4年生しっかり勝ちました日体大は。まあ石田君も4年生、石田君もね頑張ってました準決勝までは。ただこのね中堅副将のこの若い2人がね準決勝決勝ともう2連敗しちゃったんですよね。準決勝も2人とも負けて、決勝も2人とも負けちゃったという、ここのこの2人のどっちかでもね、どっかで1点取れてたら準決勝はもっと楽な戦いになったかもしれないし、決勝ではね勝ってたと。まあ結果論ですけどね、この若い力、日大は逆に4年生以外が頑張りました、それで優勝と。ここの差だね、この差。まあ結果論なんですよ、本当結果論なんですけども、やっぱり優勝したチームっていうのはこう下からのね下の世代が頑張ってっていうのがね、まあ一つの大きな要因かなと思いました。そして3位には近畿大学と東洋大学。近畿大学特に惜しかったね、やっぱりいいチームだったな。準決勝で日体大に敗れてはしまったんですが、まあ、2対2のね大将戦までもつれ込んで、まあ、敗退となりましたね。近畿大学としてはキャプテンのね僕の一押し選手でもあるイケメンの藤沢君、まあ、やっぱね怪我してたね、足を怪我しちゃってましたね。もちろん気合でカバーしてて、その気迫っていうもので感じさせない動きだったんですけども、まあ、その影響はあったのかなと思います。ただその中でもね近大でやっぱ今日ね一番強かったのはね三田くんだね。まあ、北野くんも強いんだけど、この3年生2人が準決勝でもね連勝して2対2の大将戦も持ち込んでね、本当にこうドラマを作ってくれて、近大の底力っていうものをね見せてもらいましたね。本当に名勝負だったな、近大対日体大。これはね取り直しも2回あったしね、副将戦で2回取り直しのうち北野くん同じような相撲で勝ったっていうのも本当にね素晴らしいなと思いました。まあ、この2人近大はまた来年4年生になるので、来年の近大っていうのはちょっとこう恐ろしいなと。そして東洋大学もね日大に敗れてはしまったんですが、1年生がね、二陣の1年生の子がね、日大の4年生に、キャプテンの春山くんに勝ったりとか、まあなんかこの、未来を感じさせるチームだったなと思います。いやー、楽しかったですね。まあほんといっぱい話したんですけども、本当にね、熱戦だらけで、日本相撲連盟のね、YouTube にあると思うんで、ぜひ見てほしいなと、思いました。僕自身としても自分が大学4年生だった2014年以来のインカレを見に行って、まあ、あの時はね負けちゃったんですけども、今回こうやって8年ぶりかなに行って優勝した日大がっていうのね、すごくこうハッピーです今。まあ、でも何よりね本当に熱戦が多くて
一観客として楽しかったですね。僕の近くで見ていた、まあ、ご老人がのグループがあったんですけども、まあ、終わって帰っていくときに、いや今年は面白かったねって言って帰って行かれたんですよ。まあ、多分どこの大学の関係者でもなくてファンの方だと思うんですけども、本当に僕も同じ感想ですね。なんか見応えあったなと、そういう大会でした。そしてなんと今大会がね100回記念ということで、じゃん、こんなものをゲットしちゃいました。これ売られてたんですよ。全国学生相撲選手権大会100年の歴史ということで、めちゃくちゃね分厚い本、第1回大会からの歴史とか、なんかね新聞記事とかね、この柿添さんが優勝した時学生横綱に柿添とか、もうなんかめちゃくちゃ細かく書いてある本ですね。勝ち上がりの様子とかも全部あって、本当に面白い本をねゲットしちゃったなーっていう感じですね。3000円したんですけど、これ買ってる人あんま多くなかったけど、僕は買っちゃいましたね。いつか動画のネタにしたいなと思います。次はね12月の頭にある全日本選手権、そしてその前にある11月場所と、まあそういうものを楽しんでいきたいなと思います。ということで終わり、アディオス。